4月18日木曜日の開運メッセージです。今日のワンポイントメッセージ、はい、こちらです。こちらは方向性です。あなたはどこに進んでいきたいですか？どの方向に行きたいですか？そういう時に大事なのが、何のためにこれやるのっていう軸です。軸がぶれることによって結構方向性もずれてきちゃったりするんですね。何のために仕事でも何でもいいです。何のためにやるっていうようなことをちょっと今日は確認してください。その上に成り立っての方向性になっていくと思います。今日のワンポイントメッセージは方向性でした。それではまた。